消滅者の命を取り戻す。それは全人類の希望。激レアキャラ、クロノス攻略クエスト開幕。人類を救うヒーローになるのは君だ。こんにちは、アズムンジャーです。また遅くなってしまったんですが、この前の仮面ライダーエグゼードの36話の感想です。最初の仮面ライダークロニクルの CM みたいなやつですけど、これ視聴者からしたらクロノスが運営側の人間ってバレてしまいそうですよね。隠す気がないのかもしれないんですけど、普通に考えたらクロノスが消滅者を全部救ってやればいいじゃんという話になってしまうんですよね。エグゼードの世界では東京が聖都というふうな名前になってるみたいですけど、第9地区は、まあ、現実世界の江戸川区の南の部分みたいですね。なんかアマゾンっぽいサイトでクロニクルガシャットを注文してましたけど、値段が書いてなかったのが残念です。というか変身してないダン・マサムネが現場にいて、その変身する様子を誰かに見られたら、ゲームの社長がクロノスだとバレてしまう恐れがありますよね。というよりエグゼード側がその事実を公表したら、ダン・マサムネをゲームコーポレーションから引きずり下ろすことができそうですけど、まあでもそれしても消滅者を復活させることができるわけではないので意味がないかもですね。 M が無敵ガシャットを使えなかったので黒とか使ってましたけど、白い部分が金色になっていてかっこよかったですよね。今度再現したいと思ってます。そしてクエスト開始10分前ですが、集まったのは5人ぐらいで、実際に変身したのは2人だけでしたね。テレビやネットで動画を流していた割には全然集まらないですね。やっぱりどんだけ売れたとしても命がかかってますから、実際に変身するのはほんの一握りってことかもしれないですよね。それにしてもダン・マサムネですけど、集まった人間を片っ端からゲームオーバーにして、その消滅者を取り戻すために新たなプレイヤーを増やすという鬼畜の方式でしたね。消滅するとバグスターのデータとしてプロトガシャットに保存されるみたいなので、ダン・クロトみたいにゲーム内でザコのバグスターにされてしまうっぽいですよね。そしてキリアさんがついにギリギリチャンバラをゲットしましたけど、なんと通常のガシャコンスパローが出てきただけでしたね。色が違うプロトタイプのチャンバラゲーマーが出たらよかったですよね。なので今度プロトレーザーレベル2とプロトチャンバラゲーマーを作ろうと思ってます。前回のレーザーの聞こえなかったセリフは自分の嘘に乗れで、わざと悪役を演じていたんですよね。プロトガシャットを全部集めるまでもうちょっと時間がかかるかと思ったんですけど、案外戻ってくるのは早かったですよね。そしてキリアさんの名台詞、あれ乗せられちゃったが来ましたね。そしてついにエグゼードが無敵ガシャットを使うんですけど、マキシマムから飛び出した金色のエグゼードにアーマーがついて変身するシーンがかっこよかったですよね。ただ状態を塗装で再現するのはかなり難しそうだなと思いました。それよりも無敵状態のゾンビゲーマーの方がまだ簡単そうでしたね。そのうちも無敵ゲーマーの必殺技のシーンがドラゴンボール並みの瞬間移動攻撃ですごかったですよね。クロノスが後でダメージをまとめて食らうシーンはセイントセイヤでよくあったパターンですよね。そして CR に戻ってきたキリアさんですけど、プロトガシャとは全部回収済みでしたね。さすが仕事が早いです。それにしても10本ともあるので、もちろんサキちゃんのデータが入ったプロトドラゴナイトハンター Z 化のガシャットもありましたけど、消滅者のデータならゲームマスターのダン・クロトもいじれそうなので、このことをヒーローさんに教えれば戻ってきてもらえそうですけど、どうなんでしょうね。ちなみにキリアさんのジャケットの色が元に戻ってました。エグゼードにやられて余裕がなくなってしまったダン・マサムネがサキちゃんを人質にとって脅迫してましたけど、プロトガシャットが盗まれたことは気づいてるのか気になりますね。そして予告のとこですね。やっとレーザーのレベル1が復活しましたね。よかったです。そして久しぶりにポッピーが変身してましたけど、ときめきクライシスが絶版でも変身できるみたいですね。予想が外れました。そして久しぶりにガシャコンマグナムが登場してましたけど、タイガさんが死にそうでしたよね。なんかもう最終的にはみんな一回死んで、生身の人間は誰もいなくなるかもですよね。それにしても今回かなり話が進みましたよね。先週が休みだったので、その分詰め込まれているのかもしれないですよね。とにかく来週も楽しみです。
次はウィークリーエグゼードです。まず、大騒動の再販が決定しました。イオン限定で数が少なくてすぐ売り切れて、転売されまくりでしたからね。これは嬉しいですね。ステージ9の残りは無敵ゲーマーでした。てっきり順番的にレーザーターボとプロトスポーツとかプロトコンバットですね。そのあたりが来ると思ったんですけど、ちょっと意外でしたね。髪の毛もちゃんと再現されてます。今日の活躍すごかったですよね。アクションボディには、別バージョンのキースラッシャーが付くみたいで、これも嬉しいですね。ちなみにテレビ君によると、残りの2種類は、ブレイブのレベル100でした。これもてっきりステージ10になると思ったんですけどね。ということは、おそらくステージ10は映画関連でしょうかね。早くステージ9欲しいですね。ちなみに初めてデスクトップキャプチャーですね、使ってみたんですけど、ちょっと声がノートパソコンの内蔵マイクだとしょぼいので、ちょっと何か別の外付けのマイクを今度買ってこようと思います。というわけで36話の感想でした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。